中岡慎太郎陸援隊は、江戸時代末期の慶応3年5月25日、土佐藩出身の中岡慎太郎によって組織された武力倒幕のための武力集団。慶応3年4月、中岡の同志、坂本龍馬が組織した亀山社中が海援隊として土佐藩に付属する外閣機関となったのに続き、中岡も長州で見分していた騎兵隊を参考に、 殺土倒幕の密約に基づいて、土佐藩に付属する遊軍として、陸援隊を結成した。土佐藩主、山内豊藩,藩のそば役、福岡皇帝は、後部合体から倒幕へと動く自流に乗るために、脱藩して、勤労活動を行っていた中岡や坂本らを、土佐藩の影響下に収めて、海援隊と陸援隊と合わせて、商店隊とする構想であった。 脱藩の罪を許された中岡が隊長となり、京都白川の土佐藩邸を本拠とした。尊能上位の思想を持つ土佐藩、水戸藩の脱藩同士が中核となり、大使は総員77名であった。薩摩藩からは、洋式軍学者、鈴木武子郎が派遣され、支援隊の戸塚川郷士ら50名と共に、洋式朝練を行った。食事は、 河原町の土佐判定から支給された。陸園隊の内部には、新選組など幕府方の密定が入り込んでいたと言われる。慶応3年11月15日、京都河原町において、隊長の中岡が坂本と共に暗殺されると、同志の田中光明、谷竹らが隊を指導した。同年12月7日、大使の一部が、海園大使らと共に、京都油の工事の旗後、 天の屋を襲撃して、奇襲藩士、三浦九太郎を襲い、新選組と戦った。翌8日、岩倉智美の密命を受けて、和を高積を要して、高野山に向かい、12日に陸縁隊が中心となって挙兵し、王政復古した朝廷に奇襲藩を教授にさせた。続くとば、伏見の戦いに際しても、 高野さんに退陣して、キー、ヤマトの勢力を牽制した。鳥羽、伏見の戦いで新政府軍が勝利した後、京都に帰還し、御神兵となった。ありがとうございます。